めちゃめちゃかっこいい応援歌俺ちょっと見つけてきたけん。しかも俺の好きな歌、まあ多分みんな知らんと思う。俺より年齢が上の人しか多分知らん。十何年前の歌やけん。まあね、知らん人はちょっとこれをきっかけに好きになって聞いてみてや。マジかっこいいけん。いや俺も今の子さ、アドとかあいみょんとかしか聞かんイメージやったけんさ、えぐ。犬系彼女好きですか？4000円使ってごめんねっていう言うの UFO キャッチャーに4000円使ってごめんねってやつ。やばい、タイピンチ見てなかった。でも自分の彼女でめちゃめちゃ自分、俺が好きな子がそういうこと言ってきたら許すんやろうな、きっとな。好きじゃなくてそんなことされたらかもしれんけど、好きな子にそんなことされたら許すんやろうな。だけど結局好きな人にされる分はいいんよ。どこの女かも知らんやつ、知らんのを聞くけん嫌いなだけであって、自分の彼女にそんなことされたらなんかちょっといいよってなるよ多分。やべえ、めっちゃ曲がる。西岡ミキサーしちゃってごめんねって、そんなこと言われたらマジぶん殴るけんなお前。おい西岡剛買ってこいっていう、マジで。俺マジで間違ってミキサーとかにしたら俺マジプロスピやめる。西岡剛、俺のオーダーに西岡剛おらんくなったもん、マジやめるプロスピ。俺のオーダーで一番バッター西岡剛やけんプロスピ楽しいけど、これ西岡剛おらんかったら嫌だ俺。いや別に西岡剛が外れだろうが大当たりだろうが俺にとっちゃ関係ないよ。もう俺が好きやったらそれでいいけん。別に周りがどう評価しとろうがマジでどうでもいい。てかもうむしろ外れ要因って思っとってくれとった方がいい。だってなんかそっちの方が俺的にはもうメリットでしかないけん。なんでピーちゃん西岡剛使ってんのって、俺にとっちゃプラスでしかないけん。もっと言って、一番西岡はピーちゃんの視聴者ってことでいい。まあ、俺の視聴者プラスロッテ純正てかロッテファン、西岡ファン、まあ、いずれかやろうな。あてかちょっと待って、俺一つ入れたい応援歌があったっちゃんな。俺にカットはダメ、えぐ。これがメジャーですか。やっぱメジャーでホームランを取る男はちげえな。なんで小笠原小田に入ってんの。やばい、鼻水が止まらんのやけど。俺は小笠原慎之介を好きやけん使いよるんじゃない、強いけん使いよる。いや風邪かどうかわからん。でも喉痛い、めっちゃ曲がるやん。何これ、B か。Pちゃんが思う打ちやすい選手、大谷でしょ。大谷が最強よ。あーそれ強い。ちょっと応援歌一つ入れよう。入れたいやつ当たっちゃう。俺が入れたい応援歌めっちゃかっこいいばい。次みんなに教えてあげる。うまっ、なべ、アウトやったらええわ。だってナックルカーブだけで抑えれんの強くない、マジで。こんなんもうリアタイ周回に激向きなピッチャーでしょ。球審にも勝てるし。上林早く中日で見たい。中日で上林スタメン取れそう。守備やばいね。
今1番西岡、8番衣笠の人とマッチングした。間違いなく俺の視聴者やね。岡林と上林ポジションかぶってない。名前もかぶっとるしな。細川、大山、大島、岡林いるから結構厳しい。あ、そうなんやな。ちょっと一つだけ応援歌入れさせて。めちゃめちゃかっこいい応援歌俺ちょっと見つけてきたけん。しかも俺の好きな歌。まあ多分みんな知らんと思う。俺より年齢が上の人しか多分知らん。十何年前の歌やけん。まあね、知らん人はちょっとこれをきっかけに好きになって聞いてみてや。マジかっこいいけん。ちゃんてに入れようかな、ちゃんてに。オッケー。これかっこいいよね。あ、今のでやっぱおる、分かった人。すごいね。あ、聞いただけで分かるのやっぱすごいね。センスあるよ。割と知ってるやろ、その曲。でも、今の子は知らんだろ。若い子も知ってますよ、多分。そうなん。さすがにちょい舐めすぎ。いや、俺とための人間分かるよ、それ。湘南の風好きなやつは。いや、大山さんマジやばいよ。俺も動画にしたけど、大山さんはやっぱやばい。やべっす。若い子だって少し前の曲聞くよ。まあそっか、だって牧原のり、牧原、マッキーの、もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対、知っとるぐらいやけんね。いや俺も今の子さ、アドとかあいみょんとかしか聞かんイメージやったけどさ、えぐ。まあそっか、 TikTok で知るもんね、確かにね。18だけどスピッツ聞くぞ。おい、めちゃめちゃいいセンスしとるね。ちなみにスピッツの草野さんは福岡出身やけんね。うう、強っ。やべえ、ドロップの歌は違うよ。ドロップの歌は負けるなトゥモローおーやもん。やっぱでもね、湘南の風で一番かっこいいのはライダースハイよ。ライダースハイか、あの黄金ソウルのラップで。黄金ソウルのラップめちゃめちゃ練習せんかった、みんな。あの、生きて生きて生きて必死で生きていけば見つかるぜ自分だけの道へのきっかけ、hey、まだまだ足りねえのに諦めてんじゃねえ、もっと踏ん張れよ、ちっぽけな悩みなんてのはあってないようなもんだぜ、俺やってなんぼなのただずっとあって待ってたってバカを見るだけ。あれめっちゃ練習せんかった、みんな。あー、もうペンが壊れとる。懐かしすぎて鳥肌立った。だけどそういう夏メロ聞く配信を、あの、今度ツイッチでします。これ3つやね。はーい、スピードスター、いいの見つけた、マジで。俺思い出したかのごとく。バリいいよね。クソ、もうチャンスって感じするくない？こんな打てんわけないやん。ちゃんてかわかっこいい。やっぱ俺センス、やっぱ俺センスあるね、味やっぱ。
やっぱ俺センスあるんすよ。やっぱかっけえよこの歌。いやマジで高校野球で流れてそう、マジで甲子園になんか鳴り響いてもおかしくない。でも来年開拓屋が仮におらんくなったらキャッチャー誰すんのホークスは。いやいや渡辺陸もうマジで来てほしいんやけどな。あの人めっちゃセンスあると思うわ。いや峰井さんスタメン、あ入る、えぐクリクリにもう一回キャッチャーさす。ええー、マジいいと思うよ。クリにもう一回さすか。ガバ都合いいけどね。あ近藤に刺すもう何でん適当言いすぎやろマジで。おもちゃじゃないんぜ、プロ野球選手おもちゃじゃないんぜ。えぐいね。俺の遠投は小学校63、中学多分87ぐらい。肩には自信あったけどね俺ね。もう肩壊したけど投げられん、もう肩だけには自信があった。そのコントロール度外視にして、肩って天性やけんね。まあ高校で野球やっとったらまあ100近くは投げれとったんじゃない。その自信はあった。高校は何もやってなかった。飛行に走っとった。やることねっつって、暇さえあればダーツ、暇さえあればビリヤード、暇さえあれば大富豪、暇さえあれば原付でどっか行ったり、そんなことしかしてないクソみたいな大学生でした。いや肩鍛えるというかもう肩も生まれ持ったやつやけんね。オーケー、もう今は暇さえあればプロスピよ、それはもう当然。どこ守ってたの？俺サードしょったよ。めちゃめちゃ下手やった。打つバッターやったっけん俺。サードの守備下手やけどバッティングがちょっとできるぐらい。守備で食う人間じゃなかった。いやファーストめっちゃ大変やったと思うよ、あいつからの送球いろんなところに。でもさファーストならさあのボール取ってほしいマジで。だって取るのが仕事っちゃけん。俺は取って投げるまでが仕事やけん。俺の方が仕事量多いけんさ、ちょっとそれたボールぐらい取れよってめっちゃ思いよったわ。でもうボール取らんかったらブチギレ。はお前取れやんって最悪なサード。俺のこと嫌いやったろうな、ごめんね。よいしゃ、このかっこいい応援歌で打つ満塁ホームランが一番気持ちいいってことに今日気づいた。